正直ないです、自分にとって強みっていうのが。ただ弱みもそんなないかなと思っていて、そこがすごく、もし強みがなく弱みもない自分がこの少しずつですけどどんどんレベルアップしていったら、まあ、全てが強みになるのかなとは考えていますし、自分で言うのもあれですけれども、その不可能ではないかなとは思っているんですよ。自分の今までできてきたものとか自分の今持ってる能力的に決して不可能ではないっていうのは自分を分析した時にそう思うので、自意識過剰って思われるかもしれませんけれども、僕はその全てが強みにできる部分をいろんな部分で持ってるので、まだまだ磨き足りないところはたくさんあるんですけど、それでもその可能性があるからこそ、その可能性を十分に使えたらなと。いや、難しいですね、それは。そのフィギュアスケートの魅力っていうのは、僕が自分で何を見出してるかっていうのは、そのやっぱり自分が成長する姿だったり、自分の努力してきたものを試合という緊張する場で出し切ったという達成感だったり、なんかそういったものにその意欲だったりモチベーションを持ってやっているので、どうしてもなんかフィギュアスケートの魅力はって聞かれた時にとても難しいものではあるんですけど、まあ、なんか普通の生活からは絶対にやらないような動きだったりやらないことばかりなので、始めたきっかけっていうのは、オーストスケートリンクに遊びでその行った時に、まあ本当に遊び感覚で5歳の時ですかね、行かせていただいていたんですけど、まあなんか最初は全然滑れなくて、で顔から落ちて泣いて帰ったんですよ一回。でももう一回行きたいで、そのうちに浅田真央ちゃんが滑ってるのを見て、なんか、まあ、その時はもう小さいのでそこまで記憶はないんですけど、でも覚えているのは僕も真央ちゃんと同じことをやりたいっていうのがきっかけでやりました。僕はどんな言葉でも、まあ、言葉がなくてもそういう思いって何らかの形で絶対に伝わってくるので、人に声に出さなくて も心の中でそう思っていただけたら、僕は絶対に何らかの形で僕に伝わると思うので、まあ、応援していただける方は無理ない程度に心の中で応援していただけたらと思います。